押すの忘れてました。王様ジャズバンドさんです。よろしくお願いします。何もいらない。
鳥いやいや言うてんのにねさっきの大盛り上がりで本当にびっくりしております。ね、ジャズの好きな方はおられるのでちょっと聞いてみますけど、最初の曲はスターアイズ、割とスタンダードでやられると思います。で次はですね、I never be in love before、喋りにくいじゃないですか。カタカナで I never be in love before と言っておきましょう。まあ、初恋と言いますか、初めて恋をしたのですね、淡い曲で結構気に入ってやっております。なるほど。
次はですね、遠方から来て2曲終わったからメンバー紹介1回やろうで、大沢ジャズバンドこう言ってんです、松浦なっちゃんピアノ次、あの寄ってるかどうか知らんけどベースの倉さんです。大丈夫なギターの高橋さん大丈夫ですね、ヒロティでね、よく全部されます。で、全然飲まないドラムのしっかりした平田さんで、今日はちょっと飲んでしまった大沢です、よろしくお願いします。ありがとうございます。次の曲はそのこう言ってた松浦のちゃんで、バーニンチューっていう曲を、
ライフイズオンライフだ。これはあのスヌーピーさんの友達との漫画の関係なんかフォローされたみたいで、それをちょっと楽しい人生はこんなもんだよっていうか、いい前向きな大社が作られて、聞いてください。
嬉しいですね、はい、あの分かるかな聞いてない、あともう1曲ね、あ2曲大丈夫ですかね、あ大丈夫、大丈夫です、あのなべさんの曲もあるんですけど、あのくしくも私オリジナルの、私とか猫3匹いてるんですけど、あの猫のその振る舞いを見てて、英語でキャットイーグルっていう言葉をちょっと見つけて、おねだりしたりね、立ち上がったりするときにあそういう言葉を使うんですけど、お尻フリフリしながらね、キャットイーグルジャンプっていうことで、まあ、そのイメージ出ればいいんですけど意外とちょっと評判がいい曲なんであの、ね、ブルースっぽいもんですけど聴いてください、そうそう今今今thank you.
猫出てきました。出てけへんかな。私とこの猫はブルースがわかる。ほんまかい。いよいよね、あのラストライブまして、今日本当にありがとうございました。メンバーもう一回、ピアノ松浦よっちゃん、酔わない平子さん、大沢と言います。ありがとうございました。最後は鍋さんで What do you say? 何と言うのという感じですね。はい。
様ありがとうございました。それで残っていただいて嬉しかった。みんな帰るんかな。ありがとうございました。アンコール。そんなに。本当やんね。大丈夫だわ。お願いします。もう一曲だけじゃ。じゃあちょっとね、やろうか言っててやってないやつ、あのギターリードでね、せっかくでありがとうございます。Thank you.
長い間ありがとうございました。今のはね、サニーと言ってありがとうございます。鳥の特権です。ありがとうございました。